カロー、コルフィチェットによる建築性協会の制度を、コルフィチェットによる建築、ドリアノボは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、ガブロボ州に属する、ヤントラ川川の支流であるドリアノボ川の両岸の堤防に沿って広がっている。ドリアノボは、地理的条件に恵まれており、 ガブロボから2 0トル、ベリコタルノボから2 4メートル、トリアブナから1 4トル、セブリエボから3 0トル離れている。町は、ルセベリコタルノボガブロボシプカ峠火山落、スタラザゴラをつなぐ幹線道路の経路上にあり、また、ブルガリアの南北を結ぶ鉄道の幹線が、貫いている。バルカン山脈に位置する他の集落同様、ドリアノボは、 ブルガリア民族復興時代に大きく反映した。1833年、ドリアノボは町となった。石膏職人や木工職人はブルガリア各地に、そして遠くはオスマン帝国にまでその名を知られるところとなった。バルカン半島で最も古い人類の居住の痕跡がこの地域で見られる。旧石器時代の人の居住を示す証拠がアンダカ川渓谷にある。 ドリアノボ修道院近くのバチヨキロ洞窟から見つかっている。トラキアニや古代ローマ時代の村や要塞、刻印や装飾のある柱などが見つかっている。ドリアノボは時として100歳長寿の町と呼ばれ、その健康的な気候条件によって人々の寿命が長いと言われている。また、ドリアノボは建築家コリュフィチェトの生誕の地として知られている。 ドリアノボ基礎自治体には、その中心であるドリアノボをはじめ、以下の町村が存在している。ありがとうございます。